お、来た。ちょっと待って、めちゃめちゃ元気ないんだけど、あいつ。どうも、はじめまして、あやです。仕事の関係上、紙にも参加できなかったんですけれども、今後、ブレーメンの一員として世界一周の旅に参加していきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回はですね、僕たちスペインに続いてポルトガルにそのまま陸路で流れてきまして、ポルトガル観光してるんですけれども、ポルトガルって結構事前に調べたんですけど、実際何があるのか全然よくわかんねえなって思って、なんか雰囲気がいいみたいな、雰囲気って何思ったんで、ぜひ雰囲気の良さを伝えようかなと思いますんで、これ見てですね、ポルトガルの雰囲気味わってください。どうぞ。ポルトはお店が全部おしゃれですね。ね、フランスチーニャっていうポルトガルの伝統料理です。ちなみに何、ラパ何入ってる？パンじゃない？パンだね。パンの間に中に何入ってる？ミート。ちょっとお皿を誰か持ってもらってもいいですかね。お肉が入ってる。どうでしょうか。いいんじゃないですか。じゃんけんでこれからどれ取るか決めます。絶対勝つ。最初はグッじゃんけんぽい。待って、だからさ、俺じゃんけん弱いの知ってるよね。いやいや、でも前回はじゃん勝ちでやってたけど、今回じゃん負けが一番あれだから。マジかよ。おー、じゃんけんなんで俺こんな弱いんだろう。もうポテト食うわ、俺ムカつく。じゃん負けの人はポテトの系でした。おー、すごい。ポルトガルってイワシが有名な国なんで、イワシの名店みたいなところで食べてきたんですよ。なんですけど、で、まあ、3人で来たんで、まあ、イワシを6匹ぐらいを、まあ、1人2匹ずつで222で分けたら、お店の人に「待って、お前らほんとそんなちっちゃくて大丈夫、少なくね量」って言われたんですけど、「いや、ウィーアープアウィーアープア」って言って、もうノーって言ってたんですよ。そしたら、ちょっと見ますか、隣の宅のおばあちゃんが僕らにイワシを4匹ぐらいかな、4匹くれた、くれて、でそれだけで収まらず、なんとステーキ食いたいかって言ってくれて、僕らにステーキを奢ってくれたんですよ。今ステーキ待ちです。で、そのステーキが今来るということで、奢ってもらったステーキを待ってます。ついに肉来ました。めちゃくちゃでかいステーキ。いや、すごいでかい。柔らかい。柔らかい。めちゃでかいし、すごい柔らかいし、美味しいです。なんとですね、このステーキに加えてグリーンワインまでいただきました。ポルトガルの名物です。 Thank you. Thank you. Thank you. Yes. Good luck for you. Thank you. Thank you. おいしい、めちゃめちゃおいしい。はい、というわけでですね、ポルトは一応ポートワインっていう、ポートワインっていうアルコール度数 20% ぐらいの甘いワインがすごい有名らしくて、僕ら、まあ、基本的に貧乏生活をするつもりだったんですけど、ついに買っちゃいました。ダダン、テイラーズの2012年ものです。テイラーズはここのポルトで一番老舗のワイナリーらしくて、もう3世紀も一族でずっとやっているワイナリーらしいです。乾杯。乾杯。甘い。あ、甘っ。甘い。え、何これ、めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しい。もうなんだろう、うん、なんて言ったらいいんだろう、めちゃめちゃ甘くて、ぶどうの味がして美味しいんだけど、うん、でも度数は高いみたいなの分かる、うん、すごい。あとなんだろうな、なんかサラサラしてるんだけど、ちょっとなんか舌に残る感じしない？そうそう、ちょっとね、とろ、うん、なんだろうな、若干とろみを感じるくらいの濃厚さがあります、うん、ね。これはぜひマストバイ。甘い。そういう感じですね。ちなみにロケーションが最高でございます。
そう。もうポルトの港のとこかな。そうだね、うん。いるんだけど、もう絶景。絶景。ちょうどね、日暮れを狙ってきたんですけど、どん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 日が落ちてライトアップというかされていて、めちゃめちゃ綺麗です。この景色はタダです、なんと。貧乏人でも。貧乏人でも。楽しめる。はい、じゃあ。ここ世界一美しいと言われる本屋さんに来ました。オープンしたばっか、オープンしてまだ20分しか経ってないんですけど、尋常じゃない鬼のリースです。おい、やばい、そう、おい、そう、あ、これ日本人が、ああ。ああ。何やお前ら。今日なんでこの人がこんなにグレてるかっていうと、今日は朝一でオープン前に並ぶつもりだったんですけれども、昨日3時まで寝た結果、3時まで飲んでた結果、衝撃的な二日酔いです。This is Japanese Yankee style。これ頭回転ではヤンキースタイルじゃなくて、これ頭痛を抑えてるだけです。本の匂いがめっちゃいい匂い。階段もめちゃくちゃおしゃれ。はい、というわけでですね、ポルトガル見ていただいたように、本屋も綺麗だし、ワインも美味しいし、街の人も優しいし、すごい良かったよ。めちゃくちゃいい。本当にちょっと人の優しさをめちゃくちゃ感じましたね。そういうところが、まあ、雰囲気いいっていうところなんだろうね。雰囲気の良さしっかり味わってきた、うん。というわけでね、まあ、これを見てポルトガル行きたいなと思った方がいたら、ぜひ行ってみてください。で、あとこの動画いいなと思ったら、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。よろしくお願いします。またね。またね。